どうも、アキトです。受験数学の第224回目で、今回は散布図と共分散について見ていきたいと思います。ここ最近はデータの分析に関する話をしていて、データを整理したり代表値を調べたり、データの散らばりを視覚化したり数値化したり、そういった話をしてきました。これまでの話は全部一つの変量に関するデータ、すなわち一次元データの話でしたが、ここから先は2つの変量を持つデータ、つまり2次元データについて見ていきたいと思います。例えばどういうものを考えるのかというと、こちらに1つ例を挙げましたが、これまでの話は1つの変量 X のデータで、例えば13579、こういったデータの平均値とか分散とか、そういったものを調べてきましたが、ここから先は2つの変量 XY を持つデータで、例えばどういうものがあるのかというと、5人の身長 X と体重 Y のデータ、そういうのを想定してもいいし、他には5人にテストを受けてもらった時の勉強時間 X とテストの点数 Y のデータ、そういうのを想定してもいいんですけど、とりあえずこんな感じで2つの変量 XY というものを持っている、こんな2次元データ、こんなものを考えて、じゃあこの X と Y、 この2つの間にはどういった関係があるのか、具体的にはどんな相関関係があるのかということに関して主に話をしていこうと思います。まずはこういった2次元データを整理し視覚化するということを考えたいと思うんですが、1次元データの場合は視覚化したものとしてヒストグラムというものがあったわけなんですが、2次元データの場合は散布図と呼ばれるものがあります。これはどういうものかというと、今2次元データですので2つの変量があって、じゃあ一方横軸、もう一方縦軸というふうな感じで取ってきてあげると、この各データを平面上の点というふうな感じで表すことができるよと。このデータ全て考えて、こういうふうに点で表したもの、これを散布図というふうに言って、例えば右側のこのデータで、じゃあ実際散布図書いてみたいと思うんですけど、じゃあ横軸に X、 縦軸に Y というふうな感じで取った時に、例えば1、2というデータがあった時に、これ平面上の点、X 座標が1、Y 座標が2となっているような、こんな感じの点でこのデータを表すことができ、次2つ目、3、5というものがあれば、じゃあ点3、5ということで、まあ大体こんな感じで点で表すことができ、次5、3というものがあれば5、3ということで、大体こんな感じの点というふうになるよと。次7、3、7、3ということで、こういう点で表されて、最後9、7、9、7ですので、大体こんなもんと。こんな感じで2次元データ、平面上の点たちというふうな感じで表した視覚化したもの、こんなものを2次元データの散布図というふうに言います。こういうふうに散布図で表して視覚化してあげることによって、この表の形だとどういった相関があるのかというのが分かりづらいんですが、こういうふうに視覚化してあげると、正の相関があるのか、負の相関があるのか、それに関しては視覚的に分かって、もうちょっと多くのデータがあって、例えばこんな感じの散布図というふうになり、すなわち、まあ、平均的にこんな直線上の付近に集まっているよというような直線書いた時のその傾きが正、つまり平均的に右肩上がりで、X が大きくなるにつれて Y も平均的に大きくなる。そういう時に正の相関があるというふうに言って、一方逆に、じゃあ X 大きくなると Y が小さくなるよと。X 大きくなると Y が平均的に小さくなって、すなわち直線というふうな感じで表したときに、その直線の傾きが負というふうになっているとき、こういったときに負の相関があるというふうに言うんですが、じゃあ X と Y、正の相関があるのか負の相関があるのか、表の形だと分かりにくくても、こういうふうな散布図で表すことによって視覚的な情報で正か負かということを把握することができるので、こういった散布図非常に有効になってくるんですが、例えばこの右側の例で言うと、まあ、平均的にはだいたい傾き正のそんな直線付近に集まっているので、このデータ X と Y には正の相関がある、こんな感じで正の相関があるか負の相関があるか、視覚的に散布図を書くことによって把握することができるわけです。ただこの散布図というものは2次元データを点で表して視覚化した大まかな情報ですので、正の相関か負の相関かというような、こういった大まかな情報に関しては視覚的にわかるんですが、ただ分散の時と同じような感じで、じゃあ似たデータが2つあった時に、まあ、正の相関があるとはいえ、じゃあどっちの方が相関関係が強いのかというような、そういった比較をする際には、この散布図という視覚化した大まかな情報だと
よくわからないことが多いので、じゃあ数値化してもし仮にこの相関数値化することができれば、その数値を比較することによってどっちの方が相関が強いのか、そういうことがわかるので、そんな数値化ということを考えたいんですけど、この相関を数値化したものとして共分散というものがありますので、今度はこれについて見ていきたいと思います。この共分散というものどういうふうに定義するのかというと、まずは一般的な状況で定義をしたいと思うんですが、じゃあ二次元データ x1y1…xnyn というような n 個二次元データ、すなわちこの散布図に行った時にこの n 個の点で表されるようなそんなデータ、これを考えて、じゃあこの相関を数値化した値共分散というものを定義したいと思うんですけど、共分散は s の xi というふうな感じで表すことが多いので、ここでもこういうふうに書こうと思うんですが、定義を書くとちょっとごちゃごちゃするんですけど、どういうものかというと、まず和を取るよと、で k1 から n までの和を取るんですが、どんな和かというと、まず x の方の平均からの差分、すなわち xk-x バー、これかけ今度 y の方、これの平均からの差分 yk 引く y バー、すなわち x 先に注目した時の平均 x バー、それと xk どれだけ離れているのかというものかけ y の方に関してもそれぞれ考えて平均取った y バー、この y バーと yk どれだけ離れているのか、この2つをかけた値で、これの平均を取るよと、これ全部で n 個データあるので、じゃあこの値 n 個は取ってデータの数 n で割ってあげるよと、この値を共分散というふうに言って、これが相関を数値化したその値というふうになっているわけです。こういうふうな一般的な形で定義を与えられてもあまりピンとこないと思いますので、右側のこの例で具体的に計算して何を表しているのかというのを把握したいと思うんですけど、まずとりあえず x の平均と y の平均が必要ですので、まずはそれを計算したいと思います。 x バーに関しては5分の1たす3たす5たす7たす91たす9で103たす7で10ですので、5分の25、これが x の平均で x バーは5というふうになり、 y バーに関しては5分の y の方の平均2たす5たす3たす3たす73たす7で102たす3で55たす5で10というふうになるので、5分の20と、5分の20なので y の方の平均は4というふうになっているよと。とりあえず右側のこの例で言うと x の平均が 5y の平均が4というふうに分かったんですが、じゃあ共分散 sxy これどんな値になるのかというと、まあ、とりあえず平均取りますよということで5で割るんですが、何を割るのかというと、まずじゃあ1つ目のデータ、今 x1y1 という状況に関して 1-5x1-x バーですので 1-5 でこれマイナス4で、今度 y に関して 2-4 ですので、これはマイナス2という値、これを足して5で割ってあげるよと、こんな値の平均取っていくんですが、とりあえず進めていくと 3-5 でマイナス2、 5-4 でかけ1足す今度は 5-5 で0かけ 3-4 でマイナス1足す 7-5 で2かけ 3-4 でマイナス1足す最後 9-5 で4というふうになり、 7-4 で3ですよと、ちょっとはみ出てしまいましたが、これら全部足して5で割ってあげるよと、こんな平均取りますよということなんですけど、まずは計算してみるとどうなるのかというと、5分のまあ最初8-2足す 0×-1 ですので 0、 次が 2×-1 ですので -2で 4×3 ですので12というふうになるので、計算してあげるとマイナス2たす12で10、8引く2で610たす6で16、とりあえず共分散の値5分の16、こんな感じで計算することはできたわけなんですが、ここから何がわかるのかというと、今とりあえずこれが正の値というふうになっているので正の相関があるということがわかり、さらに同じようなデータが2つあったときにどっちの方が相関が強いのかということに関しては、この数値比較してこの値が大きい方が相関が強いよというふうな感じで、この数値化したもの、これが共分散というふうに実はなっております。この値が何を表していて、これどういうような定義を表しているのかということを見ていこうと思うんですが、
まず正の相関に関してはちょうど真ん中付近というふうな感じで見てあげたときに、すなわち大体であるんですが、x の平均 x バーと y の平均 y バー、すなわちここに中心というものがあるんですが、ここで軸みたいな感じで取った時の右上と左下、ここが多い時に正の相関が強いよと。同様にちょうど中心というふうな感じで取った時に、今度は左上と右下、ここが強い時に負の相関があるよと。こういうふうな感じで考えてあげるんですが、じゃあとりあえず x のその中心の部分、すなわちそれ x バー平均というふうな感じしてあげるんですが、これで言うとちょうど5というふうになっているよと。この瞬間がこれはちょうど x バーというふうになっていて、まずは中心を決めましょうねと。 y バーに関しては4ですよと。 y バーは4というふうに言っているので、だいたいこんな感じで y バーというものがあって、じゃあちょうどここの交点、これを中心というふうに考えた時の右上左下が強いのか、右下左上どっちが強いのか、その値を考えたいと思うんですが、まあ単純に個数で言うとちょうど右上左下に2個あって、右下左上2個あるので、そういう意味では正とも負とも取りにくいところであるんですが、ただ例えばここの部分ちょうど斜めの直線というふうに言った時には影響力が強く、この右下と左上の2点に関しては比較的軸の近くですので、まあこの方が強いだろうと、まあこういった強いとか弱いみたいなものを数値化しようということなんですけど、例えばじゃあ一番最初のこの 1,2 というものに対し、この -4×-2 というものを計算したわけなんですが、これ何かというと1-5というふうに計算したので、ここのちょうど x バーから -4 だけ離れているよと。すなわち左に行っていて、この 2-y バーというものが -2 ということなんですが、ここの y バーのところから2個だけ下に離れているよと。でその2つかけるよというふうに言っているので、まあ、すなわち図形的にはここの部分の面積を表しているよと。で今左の方にあるということは x に関して負の値、下の方にあるということは y に関して負の値で、負の値かけ負の値というふうになっているので、これ正の値というふうになっているよと。すなわちまずこの面積考えるよと。すなわちこの面積8というふうになっていて、まあ、この点に関して相関として8点分与えてあげるよと。じゃあ今度は2つ目のデータ -21 というこんな値があったわけなんですが、これはどこに対応していたのかというと3号というデータで、じゃあちょうど x に関しては左に2個行って y に関しては上に1個行っているよと。でかけているので、まあ、この面積が2ということなんですが、今左に行くとマイナス、上に行くとプラスなので、かけたもの、これは負というふうになって、すなわちこの面積2というものに関してはマイナスというふうに計算してあげるよと。すなわちこのデータに関しては点数としてはマイナス2点というふうな感じで与えて、こういうふうに点数取っていった時の平均点取ってあげれば、この相関を表す値になるんじゃないかと。そういうふうに定義しているのがこの共分散で、じゃあ3つ目のデータ、これに関しては 0×-1 で、まあ、この軸上に乗っかっている。これに関しては0、まあ、相関に関しては0点というふうな感じの点数を与えて、じゃあ今度 2-1 というデータに関しては、これ右下にあるので、負の相関の方のポイント、まあ、ここの面積2というものに対し、符号としては負というふうにして点数を与えるよと。一番最後の4-3というものに関しては、4行って3上がっているので、ここの部分の面積は12。まあ12だけこの相関に関して影響を与えているよと。軸から結構離れているので、ここに関しては大きい値というふうにしてあげているような、そんなもの。で、右上なのでプラスの値というふうになっているよと。こういうふうに、まあ、面積みたいな感じで考えて、あと符号を与えて、平均取ってあげると、ちょうど軸から離れていればいるほど大きな値というふうになり、右上左下が正、右下左上が負というふうな値。こんな点数の平均取ってあげると、ちょうどこの相関を表す値というふうになっているだろうと。今回で言うと、こういうふうに符号付きで平均点取った時に5分の16というふうになっているので3.2。すなわちこの符号付きの面積として平均が 3.2 ということで、正の値というふうになっているので、まあ、正の相関だということが分かり、似たようなデータもう一つあった時に、まあ、この数値によって、このどっちの方が正の相関が強いのかといったそういった比較をすることができるわけです。以前の分散のところで分散を求める式2つ目があって、それは何だったのかというと、次乗の平均引く平均の次乗で分散が計算できるというふうな話ありましたが、それと同じように共分散に関しても似たようなものがありますので、それに関しても話をしておこうと思うんですが、
これに関しても同様で、まあ、ただ計算するだけであるんですが、計算していくと n 分の1シグマ k 1から n のここの括弧の中計算していくと、まず展開すると xk yk マイナス x バー yk マイナス xk の y バーでプラスの x バー y バーというふうな感じでこのシグマの中身展開することができ、じゃこれ計算していくと n 分の1シグマ k 1から n の xk yk 最初の部分こうで、シグマの足し算引き算ばらすことができ、今回 x バーというものは平均の値で k によらない値ですので、これ前に出すことができ、じゃあ x バーマイナス x バー出してあげるとかける n 分の1シグマ k 1から n の yk というふうになって、じゃあ今度ここマイナスの n 分の1シグマ k 1から n のこっちに書こうと思いますが xk というふうになり、かける y バーというふうになっているよと。で最後プラスのじゃあ x バー y バーという値なんですが、 x バー y バーかけ n 分の1シグマ k 1から n の1ですよと。まあここに関しては両方とも k によらない定数なので、両方とも出してあげると1が残っているよと。でこうするとどうなるのかというと、 n 分の1シグマ k 1から n の yk、 y たち全部足して n で割っているので、ここは y バーというふうになるよと。同様にちょっとページまたいじゃっておりますが、ここの部分 n 分の1シグマ k 1から n の xk、 x 足してでこのデータの数 n で割っているよということですので、ここ x バーというふうになっているよと。で一番最後のここ1を全部で n 回足すので、ここ n ですよと。で n 割る n ということですので、ここは1ですよと。こういうふうな感じで計算することはでき、すなわち今の計算結果どうなったのかというと、 n 分の1シグマ k 1から n の xk yk というふうになり、あとはマイナス x バーのここは y バーだったよと。でマイナスの最初の部分が x バーで、次かける y バーで、最後プラスのこれ x バー y バーというふうになっているよと。 x バー y バーというふうになり、 x バー y バー足して引いて引くので、最後の足して引くこう打ち消しあって、結局こう消えるよと。なので分散の時と似たようなこんな関係式が出てきて、今の結果を整理してあげるとこんなものになりますよと。改めて書いてあげると、この分散 SXY どういうふうに計算できるのかというと、 n 分の1シグマ k 1から n の xkyk 引く x バー y バー、これで計算することはできるということが分かりました。つまりこの xkyk かけた値の平均取りますよと、足して n で割るので、積の平均引くこれ平均の積というふうになっているので、分散の時と似たようなもので、分散は次乗の平均引く平均の次乗というふうに計算できたんですが、この共分散は積の平均引く平均の積、こういうふうに計算することができるよと、そんなことが分かったわけです。一応この共分散の下の方の関係式を使って計算をしてみたいと思うんですが、今の右側の例で当然さっき計算した通り値としては5分の16というふうになるんですが、まあ、こっちで求めてみるとどうなるのかというと、5分の、まあ、積の平均取るよと。すなわち 1×2 足す 3×5 足す 5×3 足す 7×3 足す 9×7 引く平均の積、すなわち 5×4 と。これで計算ができるんですが、計算してあげると5分の2足す15足す15足す21足す63というふうになり、15足す15で30というふうになるよと。2足す63で65、さらに21足すのでここ足して86、86と30足してあげると116というふうになるよと。今の分子計算してあげると5分の116というふうになり、でここから引く20ということなんですが、20っていうのは5分の100ですよと。なので5分の16こういうふうに計算ができ、当然さっきの値と同じ値にはなるんですが、こういうふうに計算もできるんですけど、ただこれで計算すると分散の時と同じような感じで、実際の手計算においては計算が大変になる、まあ値として大きくなるので、そんなに楽になるというわけではないんですが、
コンピューターとかで膨大なデータの共分散を計算する際には、平均取ってそれの差を計算して、積を計算してまた平均取ってということで、まあ、計算回数が多くなるんですが、下の方で計算する際にはそういう計算回数は少ないので、手計算だと結構大変になるんですけど、まあ、コンピューターとかの場合だと下の方が早く計算できたりすることもあって、まあ、そういう時に結構便利になってくるような、そんな式というふうになるわけです。実際の入試問題では、例えばこの関係式にあたるものを証明してくださいという問題が出題されていたりもしますので、まあ、ただ計算するだけであるんですが、まあ、こういう計算、今の動質の部分含めて慣れておくといいのかなというふうに思います。はい、ということで今回は受験数学の第224回目で散布図と共分散に関して見ていきました。今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。